106回全国高校野球選手権大会第7日第3試合、霞ヶ浦5対4、智弁和歌山イコール延長11回タイブレイク、13日、甲子園、3年ぶり4度目の優勝を狙った智弁和歌山はタイブレイクの末に霞ヶ浦、茨城に敗れ、甲子園は一昨年夏、昨年春に続き出場3大会連続の初戦敗退となった。写真 選手宣誓を行う智弁和歌山、辻局陽主将。勝たせてやれなかった。選手は一生懸命やった。僕の未熟さ、本当に申し訳ないとしか言えない。全国制覇を達成した2021年夏以来の甲子園勝利を目指した中谷陣監督、45、が、肩を落とした。終盤に劣勢をアーチ構成で盛り返したが勝ち切ることができなかった。2回に宣誓され、 5回には2点を加えられ3点ビハインドで後半戦へ。打線は霞ヶ浦先発の南東派左腕で、市村を打ちあぐねて7回まで得点できなかったが、8回にエンジンがかかった。西一塁、7回の守備から出場した高く脇を白外野手、3年、がカウント1対1から直球を叩いて左翼越えのツーランで1点差に。続く4番、花田ずき内野手、3年。 が初球の直球を左翼スタンドに放り込む同点のソロ。大会3号、4号が立て続けに出る一発構成で試合を振り出しに戻した。しかしその後は6回から2番手で登板した渡辺隼人投手、2年、の好投もあり、再び試合が硬着状態となり延長タイブレークに突入。10回は両チーム無得点の後、11回に2失点し。 逆転を狙った最後の攻撃は上田純一郎捕手3年の内野ゴロの間に上げた1点のみに終わり及ばなかった昨週から木製バットを使用して練習試合でアーチを量産していた花田は個人的な目標にしていた今大会初の木製バットでの本塁打をマーク甲子園では1974年夏に金属バットが初めて採用されたそれから50年 長い時を経て再び木製バットを使ってのアーチの快音を復活させた、歴史的な一打となった。それでも、個人的な目標を達成できたのは良かったが、チームとして勝てなければ意味がなかった。勝つための打撃を一番に置いてやってきたので、そこはやっぱり悔しい、と唇を噛んだ。開会式では選手宣誓を務めた次局、楊首相を、3年は相手の投手が粘り強くて、 打ち崩すことができなかった自分たちの力負けですと悔しさを露にした。自分たちが本気でプレーする姿が皆さんに伝わることが勇気や感動だということだと思っているので、全力プレーを出すということが少しでも伝わったら嬉しいなと思っています。と声